岸田内閣第101弾が総理ということで、今日閣僚の呼び込みがありまして、いよいよもう内閣発足になります。明日には副大臣の任命になると伺っておりますので、仕事をする内閣としてのスタートだと思います。経済対策、政党間の合意もできました。また19日までには全ての経済対策が出揃いますので、いよいよ国民の皆さんに何をやるかの結果を示していく段階に入ったと思います。しっかり政府与党結束をして期待に応えていきたいと思います。今朝何かございますでしょうか。すみません、はい、新聞です、はい、先ほど中でですね、はい、岸田総理と具体的にどういったやり取りがあったのか、ちょっと期待できる範囲でお願いします。まあ、新閣僚としては林外務大臣のみということですが、新しい顔ぶれの下でしっかり進めていきたいと、まあ、そういう決意が示されまして、我々与党としてお支え申し上げますということを述べました。他はございますでしょうか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。